皆さんこんにちは、伊沢のケイブです。ヒゲです。サワカです。今日はですね、ホストの上にこのヘッドボトルを置いてキックターゲット対決をしたいと思います。まあ、今フットサルコート来てるんですけど、ハーフェイラインからボールを蹴って、ゴールの上にヘッドボトルを置いてそれを当てればいいんだけど、まあ要は誰が一番コントロールあるだろう。誰が一番コントロール、ペットボトル狙うってわけ。そう、これを倒したらいい。オッケーオッケーオッケー。簡単やろ。イージー。流してもいいよ。調子乗ってるよ。すごい。大丈夫。調子乗ってるよ。グリーズマン。じゃあ、まあみんなでも簡単に当てれるし。いいよいいよいいよ。すごい。じゃあドベの人は、これ当てれんかった人に罰ゲーム付きですもん。今回。やる意味ないでしょ。マスやな。マスやな。最後まで残った人は、次のおうち撮影で、スヌーピーの帽子をかぶりながら撮影してもらいます。いいね。え、お前あの USJ で俺が買ってきました。だいぶ前に行った USJ。だいぶ前に行った USJ で買ってきました。あれ家にやったやつか。あれ結構恥ずかしいよ。あ、いやわ。ということで、やっていきましょう。おう最初はね、はい、こんにちは。はい、こんにちは。じゃんけんぽい。1番。1番ではそんなの2番いきます。これでも俺レベルになるともうあのふんわりじゃなくてカットスタンでスライスして当てるってことね。うえいや全然ですよ。リアル当てていくわ。アンディ左利きやってく。ア
あんぐ焼きかな絶対しないアデルだこういう時ということで負けた安徳さん次の撮影でスヌーピーで安徳さんごめんなさいベトナムの英雄になれなかったっすそれではまた次の動画でいやめっちゃ疲れてるやん
兄貴。